どうも、喉からもう一人の俺が出てきました。マトリョーシカです。今回はマイクラの続きをやっていくんですけども前回ですね、何をしたかと言いますと、覚えてないのでちょっと今から見てきますね。ついにドラゴンが手に入ったようですね、動画見た感じだと。そうだ、思い出した。前回の動画の後に、なんか、俺裏で、一人で、なんか、ドラゴンを育ててたんだ。お帰り、記憶。とりあえず、あの後育成したドラゴンを見せますか。いや、ついに見せる時が来たか、あのドラゴンを。ちょっとここら辺で出しますか。もうここで、ドラゴンの角笛、角笛、なんかわかんねえ。行くぜ俺のドラゴン出てこい。あれ、名前なんだっけ。出てこい焼き豚キュイーン。ポーン出たー、焼き豚かっこいいんだけど。めっちゃうるさいじゃん。俺の焼き豚がめちゃめちゃでかくなっちゃって、もう装備も作ったからね、これちゃんと鉄の装備。これめっちゃかっこよくない？超かっこいい、やば。いや、うるさ。とりあえず今回は、このドラゴンで散歩して、ちょっと一個試したいことがありまして。なんか俺確かね、黄昏の森モッドみたいなの入ってた気がするんだよね。なんか、別世界のやつに行けちゃうよ。やったー、わっしょいわっしょいみたいなやつ。その別世界にこのドラゴンを連れて行けるのかっていうのをやってみたくて。まあ、そういうことなんですよ。うんち。マイクラの動画の冒頭はね、特に言うことないからね。もう何言えばいいかわかんないよね。とりあえず肉食うか。夜、ゴリラチンパンジー。夜、ゴリラチンパンジー。夜、ゴリラ猿。じゃあ乗りますか。この焼き豚に。もう乗ってね、飛んでるとこを見せたい。いや、うるさい、もう黙れ。はい、乗れた乗れた、見てこれこれこれ、かっこいいでしょこれ見て。いや、なんかね、この俺の羽めっちゃバグってんだけど、これね、もう超かっこいいでしょ。この馬、馬じゃねえや、間違えた馬って言っちゃった。しかもこのドラゴンね、当たり前のように飛べるんですよ。お、来た来た来た、見て、やばすぎ、これやばくない？飛べるんだよ、しかもほら見て、早すぎて、ワロタンディングワールド。こんな感じでめちゃめちゃ飛べるんで、もう、まあ、これで、ウォールマリアの壁を越えて壁外調査いけちゃいますね。しかもこれ飛べるだけじゃないんですよ。せーの、はー火炎放射撃てんの、ブワーンピョ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 ンなんだこれ、どういうこと。いや、バグりすぎじゃねえか。何、誰の羽これ。なんで、ちょっと待って。どういう視点これ。やめろ、お前、クソ、ジムバッジが足りなくて、クソ、言うことが聞かねえ。てか、お前今何レベだ？これ、なんかレベルとか見れんの？あ、ステージ3、50日。ってことは50レベってこと？あ、もう少しで進化じゃん。このドラゴンさえいれば、俺はもうどこにでも行ける。かかってこいよ。おい。燃やしちまうぞ、お前。行くぞ、うわーらー。お、痛いか。おい、丸焦げになる気持ちはどうだ。どうして、どうしてこうなったの。よし、じゃあこの馬で冒険に出ますか。いや、じゃあ馬じゃねえ、羊か。羊でもねえよ。ドラゴン、行くぞーちょっとうるさ。あれ、世界から音なくなりました。どこでも行けるよ、このドラゴンがいるから。もうやば、やばくない。しかもこれ、炎吐き、やば、ドラゴン回復しよっか。これ肉でね、回復できんだよね。焼き豚、焼き豚共食いじゃん。お腹減ってんのか、肉が欲しいのか、お、欲しいか、お、やろか、お、お、お、やるか、お、欲しいのか、お、よかったな、よかったな、お、お、俺が食べちゃう。じゃああげるからな。お、うまいか。うめえ。もう喋った。かわいいな、お前座ってんのか。砂見つめて、こう、なんかあんのか、この砂に。なんもねえじゃねえか、お前嘘ついたな。ちょっと散歩飽きたからさ、もう早速、黄昏の森ゲート開けちゃう？もうここら辺で。もう、早速すぎるけど。黄昏の森ゲートがさ、まずこれ4つ開けるじゃん。めっちゃ簡単なんだよね、確か。花を周りにこうやって埋めて、埋めます、埋めます。で、完成。ヤンデレの部屋。これで、水入りバケツ、ボーンってやって、もう一回こっちにもう、ボーンってやるじゃん。そんで、もうこの中にダイヤモンドをぶち込むだけ。え、やるよ？え、大丈夫か？
え、なんかこの花がなんか怖く見えてきた。よし、やるか。あの禁断の魔法、行くぞ。開かれよ、魔界の扉。はあ、わあ。リアクションが底辺 YouTuber。 怖いからちょっと帰るわ。ドラゴンに乗ったままこれ入れんのかっていうのを検証していきたい。なのでちょっとやっていこうと思う。これ乗るじゃん、で乗ってここで入れんのかどうか。絶対入れないんだけど。行きまーす。はい。え、いやでしょうね。じゃあ分かった、もうこれで閉まって、もうこれで行くしかない。あっちの世界にドラゴンを出せたらもう最強の人になっちゃうよ。誰？行きます。3、2、1、2、3、4。じゃあ入りまーす。はい。入った。うわ、え、やばい。わっちゅうのてかんとんぺんとんとんてかとんとんとんとえらいとまずこうていや。ぽよ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 、この世界のスライムなんかな、こいつは。うわ、なになに、え、え、そこには、星が広がっていた。来たー、来たー、来た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 、ワンチョ。これドラゴン出せなかったらちょっと俺、本当に。じゃあ行きます。さん、さすがにドラゴン出せるでしょ。行きます。はい、来たー。出せたんだけど、やったー。とりあえずこの黒い馬燃やす、これ燃やすわこいつ。ほら、黒い炎の舞。うわ、なに、怖い、やばい、来た来た来た、なんか来た。うわ、痛い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 、やばいやばい。かかってこいよ、おい、お、かかってこい、おいおいおい、どうした、お前なんてな、明暗にぐらいなんだよ強さが。よし、ということで帰ってきました。もうね、あの怖いわ、あそこの世界怖いもん、何があるかわからん。でもあっちの別世界探検してみたいから、どうしよっか、なんか準備していくか。特に用意するものなかったから行くわ。もうこれ何の時間だったの。これで乗ろっか、乗ろ。あ、ごめん、すんませんね。ちょっと焼き豚、ちょっと何寝てんすか、すいません。え、ちょ、何寝てんの。これ夜だからドラゴン寝ちゃうと思うから、これベッド用意してきたわ。よし、これで朝にして夜じゃん。はい、来た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 、これバグらせろバグらせろ、バグってバグらせてドラゴン出す戦法ね。来たー、やべえ、マジか。え、超いいじゃん。ちょ、これタッパン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 。とりあえずちょっと空の探検隊行きますか。うわ、なになに、わ、すごい、なにこれ、え、なにこれ、なんかでっかいのいない、え、誰、待って、ドラゴンいるんだけど。ちょっと待って、待って、ドラゴンいるんだけど。なに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 これ、なにこれ、え、なにこれ、でかっ。この建物燃やせんのかな、ちょ、燃やしてみようぜ。わーい、あ、燃える燃える燃える。楽しい、見て見て、うわ、なになに、え、なになに、え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 、急にソードアートオンラインじゃん。いけないってことこれ、どういうこと、これでも燃やせるよ俺、見て。これ、あ、なんかめっちゃ燃えてるわ、ごめん。なにこれ、え、やば、ダークフォレストじゃん。やば。え、なにこれ、うわ、なになに、なに、待って、君の名は。ちょっとだけ入ってみようか、めっちゃ怖いわ。入るか。え、うわ、なに、うわ、真っ暗んちこうピンピン。え、絶対近寄れないけどさ、これ山火事起こそうぜ。燃えろー。燃えろ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 、イエー。黄昏の森の楽しみ方じゃねえんだよな、これ絶対。なんか、申し訳ない。うわー、敵の巣窟じゃん。うわー。どうだ、すごい。俺本当に大丈夫かな、これマインクラフト楽しめてる。なになになに、なんか神殿みたいになるんだけど。え、なにこれ。え、なにこれ、なにこれ。え、なになに、待って、ナーガ、ナーガ、どういうこと、え、長いし、ナーガってそういうこと、これ戦っていいやつ、え、いいよねこれ、ちょ、焼き払うよこれ。やべえ、俺の攻撃が効かねえんだけど。嘘、来いよ、おい、かかってこいよ、ドラゴン、ドラゴンじゃ。うわ、来た来た来た、いやいや、うわ、怖い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 、キモキモキモ、うわー、ヒヒ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 ヒ。わ、どうしたの、ナーガちゃん。うわ、かわいいね。何、どうしたどうしたの、お、迷ってんの道で。おー、そっかそっか。お小遣い欲しいの、何円欲しいの、お、500円。あ、そっかそっか。500円で何買うの、おやつ。あ、そっか。おやつ欲しいのね。なんかめっちゃ短いんだけど、ナーガ。気のせい。あれ、こんな短かったっけ、あれ、倒しちゃった。え、ナーガブロックなんだけど。何これ何これ、欲しい。え、取れた、え、何これ。ナーガトロフェイ。どういうこと、これ、モグラじゃない、かわいいんだけど。かわいいね、モグラちゃん。ごめんね、モグラ。俺、鬼物人無惨なんだ。だからさ、もう俺が正しいの。この世界のルールが俺なの。わー、見て、鹿さんがいるよ。楽しいね。鹿さん、目いっちゃってるよ。